演舞開演。どうも、私のズレズレなる日常演舞さんですよね。はい、そのいうわけで本日はこちら。どうも、最近皆さん暑くなってきましたね。また今年も酷暑になるのかな。というわけで、そんな暑い夏を涼しく過ごしたくて、こちらの商品を買ってみました。はい、こちらです。ダイソンキュアホット&クール。まあ、ホットの方が先に来てるんです。多分来てる名前なんですけどね。こちらです。ダイソンの羽なしの扇風機&ファンヒーターですね。自分は何年か前にこのダイソンの羽なし扇風機を使っているので、ダイソンを信頼しています。なので今回こちらを買ってみました。これでな、開封していきますね。今日はこれを、まあ、写し切れも未来をこの手で切り開く勇気が著者が欲しい。あなたを守りたい。これどっから開けるの？ここか。なんか横にすると自分がちょっと座ってるぐらい、今座ってるんですけど、座ってると同じぐらいの大きさになるんです。長さが大きさ高くなるんですよ。まだ開けてないね。では開ける。やっぱここ持ち手あるんだって。右の配達というか重そうにここやっぱ本体組み立てがありました。さっきのこれはこの組み立ての段階で使うやつみたいですね。ではI'm not afraid to die.
これを取って何かグダグダで申し訳ない。でちょっともう電源ボタンがで、首振り。説明書によると、ファンヒーターは前方にしか使えないですね。まあ今の季節は使わないでしょうけど。
いです。これは夏の心強い味方になった現象ですね。ダイソンさん、またお世話になります。というわけで本日はこちらのダイソンピュアホット&クールを開封して動画でした。開封してみた動画でした。開封ってなんだよ、スマブラジェンのスピリットじゃないんだから。という本日のご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると嬉しいです。演武閉演、パソコンおよびスマートフォンのアプリの方はクリックをお願いします。